皆さん、こんにちは。レイラです。今日は実際に動画を作りながら説明していきます。では、実際に作っていきます。トップパネルは、プロジェクト、キャラクター、アニメーション、シーン、スペシャル FX、エクスポートとなっています。シーンから公演を開きます。これはカメラモードです。まだ使いません。ズーム、上下左右、回転、3D プレビュー。横から見ると、こんな風になっているんですね。元に戻って、キャラクターを開きます。悪役の、マルコビッチ伯爵をロードします。キャラクターを右クリックして、モーションエディターをクリックします。キャラクターを選んで、歩くを録画します。適当な場所まで引っ張ってきます。再生すると、このようになります。この時に、雨をドラッグします。大きさを調節します。次にサウンドを選びます。雷雨にします。伯爵にモーションをつけます。雰囲気の激怒を選びます。怒っていますね。走って逃げるようにします。ここまで移動させます。ここで木を揺らします。左右を反転させます。また走らせます。雲もここまで引っ張ってきます。雷雨にします。今度は雷を入れます。位置やタイミングを変更したいときは、右クリックして、タイムラインを選び、修正します。この点を削除すると、こちらの動きもなくなります。これでざっと作れたわけですね。今度はカメラモードで撮影していきます。吹き出しは、スペシャル FX のテキストをクリックし、テキストエディタに入れたい言葉を入力します。今回は、クリックして、削除しておきます。最初から再生してみます。以上です。皆さんもクレイジートークアニメーターで楽しい動画を作ってくださいね。それではまたね。さよなら。